こんにちは、ジロです。今回はですね、あ、やばい、落ちちゃった。これです。じゃじゃん。これ、なんて言うんだろう、名前わかんないけど、すごい面白いものなんですよ。これね、ノートで作ったやつがこれ。見えるかな、このちっちゃいサイズね、僕の好きな。で、これね、すごいですよ。ほら、めっちゃ回るの、これ。すごくない？これノートで作りました。ちょっとね、作り方厄介なところがあるんですけど、でも結構面白いんですよね。あ、飛んじゃった。あ、また飛んじゃった。これ白もかっこいいよね。これコピー用紙で作ったやつね。で、コピー用紙のまあ1枚作るとこんな感じのサイズになります。細長い紙を使うんですけど、コピー用紙でこれで、コピー用紙じゃない場合は小さいノートのサイズになる。だからこれ授業中本当にね、楽しいと思いますよ。ちょっと音でかいかもしれないけど。おお。で、これ見てください。これ形が結構かっこいいんですよ。真ん中にキューブみたいなこの立体のやつがあって、でその周りに角があるっていう。そこは長い紙が3本こうつながってできてるやつなんで、結構頑丈っちゃ頑丈なんですよね。はい、ということで、これ結構暇つぶしに最適だと思うので、学校でも何でもやってみてください。それじゃあ作っていきますね。で、今回ノートで作っていくので、ちょっと見づらい部分があるかもしれないですけど、その場合は 0.5 倍速とか設定して見てみてください。でね、まずノートを切ります。必要なサイズを使うので、一旦ね、 A4 用紙でも大丈夫です。折り紙でもできるんですけど、折り紙だと小さいので、はい、一旦ノート、ごめんなさい、やめます。ノートで作った場合はこのサイズで、まあこのくらいのサイズなんですけど、ノートだとちょっとね、分かりにくいてか小さいので、こっち A4 用紙でやります。2センチ×28センチ、2×28センチを測っていきます。それを3本、ということで、これをねまず切りますね。これで3本できました。一旦これを半分に折っちゃいます。これ全部。3つともですね。3つとも折り目ついたら、これを正方形の折り目を作っていくんで、一旦こうやって重ねて、クイッと曲げます。そうするとこうやってくるっと曲がっていくので、こうやって回して正方形の跡をつけます。で、ちょっとね残っちゃうのは大丈夫です。後で何とでもなります。で、こうなったら一旦広げてあげて、ここからがねちょっとややこしいところなんですけど、いきますよ。これ半分に折って、広げたのにね、半分に折って、これここ注意、本当にこの空いたところで挟みます。まずこっちを、一つをね、こんな感じでバッテン、こんな感じで挟みますね。挟んだらこっちもう一個を、このペラペラ空いてる方を上で、こっちを挟んじゃいます。これも挟んじゃう、こんな感じ挟んだら、このペラペラをこの中に入れます。クイッと、はい、そしたらこうクロスができていきます。キュッキュッてね、キュッて。で、この時にね、最後まで、最後のマス、四角があるところまでキュッてやります。引っ張ってあげます。キュッて、結構きつめでいいですよ。 OK。 そしたらちょっと後ろ側にほっといてあげて、まあこんな感じになったと思います。
感じね。そしたらここから組み立てていきますよ。こうなったら最初だけクイッと入れて、でもう一つの方をクイッと入れて、最後のやつをかぶせるんだけど、最後のはこの中に入れます。中をくぐらせる。そしてここをひょって出てくる。で、あとは引っ張ってあげます。でここ引っ張るときに本当にね、ちょっときつめの方がいいですよ。じゃないと後々大変。3方向からで、こんな感じになったと思います。そしたらペラペラの方ですね、こう来てるんですけど、これはの上の方を一旦ペラって上に折り目をつけてあげます。残りのやつもこう来てるんですけど、それの上の方だけペラって、こっちもね、2枚あるうちの1つをペラッとやります。で、手前のやつがこれとこれとこれで、手前のやつだけをまず折っていきます。手前の時のやつをこれ1枚ね、で三角に折ります。三角に折ったらペラッと上にめくってあげて、こっちも三角に折ります。そしたらこの残りのやつをクイッとこんな感じ上げて、で、あとはこの残りのやつをこの中に入れます。クイッとね。で、その時に手つらかったらここをちょっとだけ上にクイッと折っといて、この中に入れます。クイッと、はい。で、これ注意が必要なのが、上なのか下なのか分かんなくなっちゃって、こうね、最後の形がおかしくなっちゃうんで、ちゃんとこう、これが上の紙、こっちが下の紙ってね、最初下の紙だけやります。で、こっちも同じくクイックイってやって、でこの横の方にね、収納して、ラスト、これも下にめくって三角を作ります。でめくって、でちょっとだけくいっちゃって、この中に入れると。そう、A4 用紙だとね、結構しっかりするんですよね。これ抜けづらい。よし、こんな感じです。どうですかね。できたらと思います。そしたら残りもラスト後ろの部分ですね、こうなってると思うんで、ひっくり返して、これ上をペラッとめくって、三角さっきと一緒なんですけど、めくって、でさっきと違うとすれば収納する部分、この収納をさっきは左側に入れたんですけど、今回は下に入れます。ちょっとだけ折ってあげて、下にシュッて三角でペラッ、三角折ってこんな感じ、折って上をペラッとめくったら中に入れる。で、ラストこれを上でペラッとめくって、三角ふいったら、これをくってここに置きます。そしたら若干めくって、でここに収納と。はい、完成。でん、できたね。これ結構こうややこしいよね。で、ここら辺に息を吹くとクーって曲がります。で、もし曲がりづらかったら、ここね、ちょっととんがらせてあげるとね、曲がりやすくなると思います。
でした。乗れないよ。あ、それ毛玉ついちゃまずいな。何やってんの何やってんの